どうも皆さん、こんにちこは。んにちは。音符です。畑です。今日は、最近ね、リリースした LOL のワイルドリフトというね、ゲームを、畑にね、教えてもらいながらやっていこうと思うのですが、俺はゴリゴリの初見者で、で、畑は、5年？もう僕はもうかれこれシーズン4、7、8、9、今10かな、5年選手ですよ。 5 年ぐらいやってる大ベテランに、もまああんまり、うダイヤモンドプレイヤーですか、俺の方は。あんまりね、教えてもらうっていうのは尺に触りますけども、ここはもう完全に 完僕全にの畑や畑もでんすなから、畑だけ に。畑の畑やもんな。なんで置かしていただきます。ちょっと対ビシ人ビシ戦でえていきますんで。やっていきたいと思います。対人戦初？初めて。AI は1回やった。一回やった。これ、ルール、どの辺が分からへんの、そもそも。対人どうしたらいいの？ボタンとかが分からへんです。おじいちゃん これ対戦相手を検索ね。僕も対人戦1回もチュートリアルだけ。で、ここはもうマッチングした。本当に？早っ、マッチング早っ。どれを選べばいいの？ちょっと待って、まず、あれ、この時点でおかしいねんけど、おかしいおかしい、マークスマンさんに、とりあえずガレンにしておこガレンう。な。とりあえず、まあ、キャ突っ込ラみどがあころんはねんいっな。ぱいあんねんけど、ちょっと待って、本来は、トップ1人、ミッド1人、サ何そポーれ？ト1人、あ、上、役割真んがあ中、るの、ロール下が。あ、あんの。で、サポートがおらんねんけど、どうなんねやろな。俺、これ強そうやん、俺のキャラ一番。こいつはね、僕もチュートリアル使ったけど、普通に強いと思もうそうな。単純明快、初心者おすすめ。いろんなキャラおるよな。ワイドリフト40体くらいいるんで、もうで、君は本来、このキャラクターはトップ、上に行くキャラクターやねんけど、このヒオラっていうこいつ、真ん中のやつも、指さしても視聴者さん分からへん。ヒオラも上に行くキャラなんあ、なるほどな。で、どうなんのかな、みたいなところは今ある。まあ、そんなん別に真ん中も上も変わらへんじゃん。ミラーどのリンキグャさラれたマップわです。かる。例あ、のうちそう。判定されてい従ます。うわ。ワイルドリフトへようこそ。みんな初心者やし。まずはどうするん？まずは、スキル。まずアイテム買う。アイテム、どれを買えばいい？待って。多分、ワイルドリフト、ドラン装備とかないから、ちょっと待って。ちょっと、タブ押して、タブ。ミニオンが多分、右上の、これ。3番目のやつ。対面誰これ？マルファイトか。ロンソでいいんちゃう？ロンソで。ロングソード。ロンソとかわからんから。ちゃんと、ロングソード。ロングソードね、ロングソード。で、スキルはどれを？スキルは、上、とりあえずこっち行ってくる。祖国こっちを守るのだ。上な。あ、フィオラ上行ってるな。どうしよう、これ。下行った方がいいかも。てか、あれやな。ミニオン湧くの早いな、これ。どうする？下行って、下行く。スキルはどれを選ぶ？スキルは、じゃあ、9、いや、いい。いいにしよう、いい。これ？それ。これは何のスぐキるぐる回るいや、押して。我々は国を背負ってぐるぐる回って、ああ、この周りのやつに攻撃与え強そう。これ強い、強い、強い。足遅いな。まあ、こんなもんよ。あ、こんなもん。待って、敵上に2人いるな。ファーストクラス。敵を倒す。ここで芝居とけばいい。本来はサポートの方に行ったから、ADC、この、こっちのジンクスっていう、この銃ってるキャラに、これ、そう譲るのが。セオリーやねんけど、 CS を譲るとか何言ってるか分かれへん。ミニオンのラストヒット、ミニオンを殺すと、ミニオンってあ、ちっちゃい、ちっちゃい動物みたいな。下がる。やばい、痛い。敵を攻撃めっちゃ暗いやん。タワーのチュートリアルやったやろ。ちょっとちゃんとやってないんだけど。ちゃんとやって、チュートリアルは。このさ、お花みたいなやつは何なの？これは、ワードって言って、こっち。で、ここには、それ置いて。ここ、この草むら、そこじゃないねんな。そこでもいい、ここでもいい。まあ、どうすんの、この。ここに行くと、マップでここの部分が見れるようになるんです。マップっていうか、視界が取れるんです、視界が。あ、視界を取るためのこれ、花なんや。そうそうそう。あ、そうなんや。ワード取りに行け。へぇ。力尽きました。これ、視界を取るための。そんな視界を取るのいいか、助けに行ってあげて、この子。一人で戦ってるから。ま、でもこれ、ここ行った方がいいのかな。これ何？この炎の手みたいなやつ。それはイグナイトって言って、結構クールダウンが3分に1回くらいあるんですけど、
舐めてんなこいつ。芝木に行ったの。レベル23やから、まあ、いけるいける。いっちゃ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 いっ。アイテムよく分かってへん。行ったり、回れ回れ回れ。痛いって痛いって。いいやん、いいやん、スキルとうまい。こう、こうやればいいんだ。とりあえずこうやればいい。そうそうそう。味方倒されたり。まあ、そういうこともある。敵を倒しました。うう自分にできることを力つきました。全力でやるだけ。この、これ何これ。それフラッシュで移動スキル。ちょっとやってみよう。あかん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 。あかん。まあいいか。5分に1回くらいしか使えへんの。お、ビューン。あー、逃げるためのやつ。クルダン短いやん、ワイドリフトやん。そうそう、逃げたり攻めたりに、もう攻防の敵を倒しました。両方に使えるから、これがあるかがないかが結構肝になってくるんだよ。なるほどな。じゃあこれは逃げるときとか追いかけるときとかに使える。そうそうそう。こんなの必殺技こうやって当てたって。あかんねんって、あかんねんって。違うねん。違うの。じゃあなるほど。え、体力の回復はどうするの。体力の回復、この、これこのフルーツ食べたら。あ、このフルーツ食べる。これワイルドリフトの楽の仕様や。なるほどね。フルーツを食えば。ラストヒット取った方がいいんだけど、まだ分からんか。ラストヒットっていうのは、あ、敵を倒す瞬間ってこと。このキックコイン。そう、キックコインのとどめを刺すの。とどめを刺すと、とどめ刺す時だけにお金もらえるの。なるほどね。今65万円だよ。確定死んでも、タワーとかでこれ死んだらもらえへんけど。あ、うん、これお金、いいタイミングで倒せば。ここもらえるんや。最後の1度目の一撃与えた人だけにお金がもらえるから、うん、なるほどね。ラストヒットを取ってお金を稼いで、まあ、ファームっていう意味でファームして、うん、自分のキャラ強くして、なるほどな、相手を触って勝っていくっていうのがこの足を買う。ルーツお金はね、余らせたらあかんの。買えるもん、使えるお金全部使った方がいい。買えるのはこの。リフトヘラルドが出現しました。これ変えんのはさ、うん、ここの入り口だけなの。そうそうそう。変え、一回、うん、あの、このボタン、これでリコールできるんだけど。ああ、このリコールボタン。リコールで変えて、アイテム揃えて、うん、戦地の赴くっていうのはな。じゃあ結構コイン貯まったらもうリコールで戻って。そうそうそう、死ぬかリコールしへんと戻れへんから。なるほどな。うん、なんか、いいタイミングでリコールタイミングで戻って、戻って、味方が倒されました。そうです、押し出して戦う。なるほどね。ちょっとこいつに参戦してくるわ。ヤッホーって感じで。ちょっと行っちゃってごめん。うんうんうん。フィオラとフィズが座ってんのね。あ、育ってるとかも見といた方がいい。誰が育ってるかってちゃんと確認しておいた方がいい。なるほどな。スキルは。だから。危ない危ない。このタワーの下で戦うと結構。敵の川を破壊しました。あの、タワー壊れた。いけいけいけ。フィズを助けてあげろ。フィズを助けてあげんの。あ、このフィズやってる動きしてるわ、なんか。やってる動きしてる。やってる動きしてる。経験値の動きしてる、このフィズ。あ、いいやん、いいやん。こういうこと。いいやん、いいやん、いいやん、いいやん。そういうこと？そういうこと、そういうこと、そういうこと。あ、こうやって逃げんねや。君センスあるな。あ、センスある。いいよ、マジで。最新戦で今のフラッシュ使えるのはすごい。マジで、じゃあ今に逃げなあかんなと思ったから。そう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 、そういうこと、そういうこと。あ、これスキルをレベル1,2,3,4段階あるのね。そうみたいね。各スキル。あ、ちょっと前進するか。もう敵諦めかけてるやんか。敵も心折れてるな。心折れてる？ロールあるある。敵を倒します。タイプ3分の心折れてる。ダブル。敵のタワーを破壊します。メンタルゲー。メンタルゲー。いや、すごいやんか、すごいやんか。もうこんなんくるくる回ってりゃ。そうそうそう、くるくる回ってりゃいいんですよ。いいよ、いいよ。いや、ほんで、この真ん中を潰したらいいの。そうそうそう。もう行ったるわ、ほんとに。痛い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 。ネクサスが攻撃してくるシャットダウン。ネクサスっていうのはこのタワー。力尽きます。めっちゃ痛いやん。めっちゃ痛いね。回れ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 。いい、こういうこと、こういうこと。いいね。できるやん。こういうこと、こういうこと。いや、すごいやんか。初最終戦とは思えへん動きしてるやん。やばいやばいやばい。もう勝った勝った。勝った。あ、これで終わり？これで終わり。ああ、なるほどね。なんとなくわかった。なんとなくわかった。じゃあ、勝利言ってください。先見の銘をゲットしてるやんか、俺。それは知らんよ。いや、知らんの。先見の銘はないけど。いや、あるよ、すごく。
なんかチュートリアル全部やれってまず。いやもう後でで。後でちゃうねん。後でチュートリアルやらずにゲームやって何なんて。いつも思うねん。まあまあこれでなんとなく分かったよ。チュートリアルより僕の方がよく教えてくれるから。うん、まあ、これで一戦って感じか。だいたい10分ぐらいねんな。時間見てへんからそんなもんやった。うん、10分15分ぐらいねんな。へえ。皆さんお分かりいただけただろうか。ただやっただけやけど。ただやっただけやけど。解説とは一体、うん。まあ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 。まあ。コメントとかで分からんことだったらね。うん。2日後くらいに答えるんで。いや、遅いな。その日に答えろよ。大ベテランのね、畑先生が分からないことは。分からないことないんで。うん、これ、あれかな、チーム、友達同士でもできるんかな。知らん。あ、知らんの、それは知らん。そうな、うん。多分チームでできるんやろうな、友達同士で。多分、なんか、サムナーズ人感覚やと、デュオかソロかをどっちかやけど、このフレンドさんと追加すればいけそうやな。まあ、いけるんちゃう、うん、でも、そんなやつは、いらん。いらんってどういうこと？一人で行くもんやねん、サムナーズ人ってのは。あ、そうな。ワイルド人は違うかもしれない。畑は一人で行くらしいですけど、俺とね、ゲームしたい方は、ぜひフレンド登録よろしくお願いします。あと、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。孤独に戦うもんやねん。チームゲームとは名ばかりの。こいつ一人でずっとやってきたな、このゲーム。